恩徳寺は、岡山県岡山市中区に所在する寺院である。三号は、沢田山。宗派は、高野山新言宗本尊は、薬師る事故如来。中国四十九薬師令状第八番札所、備前八薬師令状第八番札所。恩徳寺の裏にある三沢山は、古くからの祭祀が行われていた聖地であった。このため、周囲には、 寺院や古墳など遺跡が点在する。自伝によれば、奈良時代の天平商法2年に、行基が草案を結び、等身大の薬師如来を刻んで、安置したのが、始まりと伝えられている。しかし、行基は、前年の天平を21年に没しており、伝承の域を出ない。その後、法王温大使により、備前48火事の一つに加えられたと伝えられる。 江戸時代前期の元独元年には寺院の北方、縦石に縦岩尾宮が建てられた。その後、明治初期に当寺院本堂裏に遷座された。縦岩尾宮は最上縦岩稲荷とも呼ばれる。最盛時の江戸時代前期には寺院内に西方院、池松院、多門坊、薬師坊があり、少し離れた立尺に縦岩宮と共に祐院。 光明院があった。漢文六年岡山藩は寺院淘汰を行い、この際に伊王院が敗院となった。明治四年多門坊と薬師坊が敗院となった。明治三十八年には光明院が敗院となり、池松院を正法院に合併した。現在は正法院を残すのみとなっている。幕末の加英五年には三門を残して正法院を全焼した。 現在見られる建物のうち、客殿とっが明治4年、本堂、大志堂、主郎、完全堂、三門などが明治10年にそれぞれ再建されている。ウィキメディアコモンズには、音徳寺に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。